5000円以下だし、自分用に買っちゃってください。こんにちは、キャンプ道具紹介のうぱぱです。今回はインスタのフォロワーさん2万7000人に聞いた5000円以下で買えるプレゼントにおすすめのキャンプ道具教えてくださいランキングです。皆さんキャンプ道具ってお値段高いと思ってませんか？いや、そうなんですよね、高すぎますよね。というわけでフォロワーさんに聞いた5000円以下で買えるプレゼントにもおすすめのキャンプ道具聞いちゃいました。今回もたくさんご回答いただきまして、しかも集計してて思ったんですが、5000円以下のキャンプ道具たくさんありすぎ問題。いや、もうね、美大に行く人が買うプリズマカラー色鉛筆くらい何種類もご回答いただきました。というわけで皆さんがおすすめするものたくさんあったんですが、その中から僕がこれはプレゼントにも最適やなーっていう製品をチョイスしました。もちろん人数が多いのは上位にしております。今回のおまけパートは僕がおすすめするピクニックでも使える5000円以下の製品を一つご紹介します。おまけパートは動画の最後に言いますんで、ぜひ最後までご覧ください。では早速では早速ご紹介します。5000円以下で買えるプレゼントにもおすすめのキャンプ道具第10位はこちら、キャリーザさんソーラーランタンです。キャリーザさん、直訳すると太陽を運ぶ。いや、これも運べちゃいます。その名の通り、太陽の恵みをコンパクトにしたソーラーランタンです。電池を使わずに太陽の光だけで利用する環境に優しいエコなソーラーのランタンです。まさにエコな僕にぴったり。畳むと1センチに収納できて、スマホと同じぐらいのコンパクトさになるんで持ち運びにも優れてます。しかも重さが 86g ですよ。卵 1.5 個分って考えると軽すぎでしょ。あとは防水対応までしていて、これは本当に皆さんにおすすめしたいです。それでいて糸を織り込んだペット素材なんで、丈夫で壊れにくくて、これプロの登山家も愛用する本格仕様です。素朴で優しいデザインはキャンプだけじゃなくてインテリアとしても防災グッズとしても大活躍しそうですね。好き嫌いなくどんな人にも喜んでもらえそうなおしゃれなデザインなんで、プレゼントするにもぴったりです。 Amazon で僕が見た時は4290円でした。気になる方は概要欄にリンク貼ってますんでチェックしてください。続きまして、5000円以下で買えるプレゼントにもおすすめのキャンプ道具第9位はこちら、オーラナイフです。皆さんこのナイフめちゃくちゃ有名ですよね。刃こぼれがしにくくてメンテナンスが簡単な初心者向けのキャンプナイフです。ナイフって言っても料理でもいいんですけれども、今流行っているバトニングって言われるナイフで薪をズバって割る技術や、焚き火の最初に使うフェザースティックっていう木を薄く長く削って作る焚き付け用の棒なんかもこのナイフで作りやすいので人気になってます。ベテランキャンパーさんがやる焚き火をする時の着火の仕方や火を育てるっていうこだわりは見てて憧れますよね。なのでこのナイフで皆さんチャレンジしてみませんか？これはね、持っていて損はないですよ。お値段も2090円とお手軽な価格もプレゼントには最適です。ちなみに私のインスタのアンケートでは、薪割り用のナイフどんなブランドさん使ってますかって聞いたらですね、なんと 69% の方がこのモーラーナイフでした。3人に2人はこのナイフってめっちゃすごないですかね。薪割りしたい方ぜひ。さあ続きまして、5000円以下で買えるプレゼントにもおすすめのキャンプ道具第8位はこちら、オピネルナイフです。おいおい、ゆうぱぱさんよ、9位のモーラーナイフに8位がオピネルナイフ。いや、ナイフってもう頭がおかしくなりそうですと。ちょっとだけ落ち着いてください。最初のアウトドアナイフといえばオピネルっていうほどの定番のアウトドアナイフですよね。折りたたみができて持ち運びに便利なんです。これは先ほどのモーラナイフとはまた違ったナイフで、料理に使ったりロープを切ったりと何かと便利なナイフ。素材もステンレススチールであれば錆びにくくてお手入れも簡単です。折りたたんだらケースもいらなくてコンパクトになります。さっと一拭きするだけでメンテナンスもほぼ必要ありません。このナイフね、皆さん何がすごいのか言いましょうか。それはあのピカソも愛用してたって知ってました？このオピネルナイフ130年以上歴史があるんですが、未だに第一線で多くのキャンパーさんから支持を受けてます。本場フランスではこのオピネルナイフを自分の子供にファーストナイフとして送る習慣があるほどなんですよね。 Amazon で2088円でした。さあ、また出しました、5000円以下で買えるプレゼントにもおすすめのキャンプ道具第7位はヘオゴニアファイヤープレストング。芸人のヒロスさんが使っていたことで一躍有名になった薪バサミ。シンプルな構造自体は使いやすくて、初心者からベテランまで魅了し続けてますよね。そこまで高くないんで、最初は挟むのにちょっとしたコツがいるんですが、一度慣れたら指先を動かす感覚でどんな細かい作業も簡単にできちゃうみたいです。薪を維持っ
って焚き火してたらなかなか絵になりますよね。皆さんもホームセンターで売ってる栗拾いするような大きなトングから卒業してみませんか。持ち手を独自のパーツに変えたりとカスタムを楽しんでるキャンパーさんも多い印象です。お値段は3980円。さあ続きまして、5000円以下で買えるプレゼントにもおすすめのキャンプ道具第6位はこちら、スノーピークまな板セットです。ウパパさん、さっきから包丁とかナイフとかもプレゼントで包丁は円を切るってことでタブーなの知らないのって思ってるでしょ。実はこういった刃物もプレゼントには最適なんです。災いを断ち切るとか未来を切り開くとも言われてるんで、刃物全然プレゼントに問題ございません。まあ、それよりか皆さんのアンケート結果で刃物って多すぎってびっくりしました。というので包丁って持ち運びに困りますよね。ケースがないし、新聞紙や牛乳パックに包んだりして見てくれも良くないですよね。そんな時は折りたたみのまな板に包丁がセットされたスノーピークのまな板セット、コンパクトに折りたためて荷物にもならないですし、開くだけですぐ使えるっていうのでキャンプの中の料理に大活躍しますよね。しまう時はマグネットで包丁が簡単に落下しない設計になってるんで安全ですよね。しかもまな板を折りたためて収納できてロックできるから、移動中に不意に包丁が落ちるなんて心配もありません。まな板は本格的な天然木を使用していて、大きくあしらったスノーピークのロゴもかっこいいっすよね。プレゼントがスノーピークってそれだけでなんかいいってなりますね。お値段が4730円、一生ものの包丁セット勢いで買っちゃいましょう。さあ続きまして、5000円以下で買えるプレゼントにもおすすめのキャンプ道具第5位はこちら、エアボーンズビーコンライト。やっぱりね、テントの中はおしゃれじゃないと。このランタン見てください、めっちゃかっこよくないですか。お値段が3500円前後で天井からかけてもいいですし、そのまま置いても自立するんでシーンを選ばずどこでも使えます。カラーバリエーションも豊富で、どんなキャンプサイトにも必ずマッチしますよね。もうね、誰からもキャンプ道具をもらえない、自分へのプレゼントとして買っちゃいましょう。さあ続きまして、5000円以下で買えるプレゼントにもおすすめのキャンプ道具第4位はこちら、スノーピークチタンシングルマグ。電車の中で音楽を聴くときはイヤホンをつけるのと同じくらい、キャンプに行くときはこのスノーピークのチタンマグを使う。もうこれはキャンプのマナーですよね。マナーちょいちょいちょいと。そこのあなた、ただのコップだと思ってるでしょ。いや、ほんとね、ただのコップです。チタン製で持ってたらびっくりするぐらい軽いとか、あと持ち手も折りたためるとか、サイズ違いのマグをスタッキングできるとか、いろいろ言いたいことはあるんですけども、いや、もうただのコップです。でもね、いいんですよ、かっこいい。キャンプで飲み物を飲む人はこれ義務なんで買ってください。僕はふるさと納税で購入したんで、実質500円ぐらいでゲットできたんで満足します。ふるさと納税のページも概要欄載せておきますんでチェックしておいてください。お値段は通常で 450cc ので2915円、 300cc で2585円でした。僕は 450cc の大きいのがおすすめです。さあ続きまして、5000円以下で買えるプレゼントにもおすすめのキャンプ道具第3位はこちら、ピュアハンド AB スペシャル276。276っていう読み方でよかったかちょっとわからないですけども、ドイツ製の武骨でシンプルな灯油ランタンです。ハリケーンランタンの元祖とも言われてて、風が強くても炎が消えずにキャンプでの使用にめちゃめちゃ適してます。ちなみに最近まで僕はピュアハンドなのにフェアハンドって呼んでました。構造自体はシンプルで、オイルを入れて灯すだけ。120年以上デザインが変わってなくてですね、アンティークな雰囲気もあって、今もキャンパーから絶大な人気ですよね。皆さん、120年ってすごくないですか。例えば120年前に作られた車とか、これですよ。こんな時代からあるランタンのデザインが残ってるとか、なんか素敵よ。このランタン、あまりの人気で一時期は定価の 2,3 倍で取引されてて、どこも品切れ状態だったんですけども、ようやく落ち着いてきたんで今手に入れるチャンスです。シンプルで飽きのこないデザインはいくつあっても困りませんよね。プレゼントされたらきっと喜ばれるはずです。これ例えば奥さんにプレゼントするときに、いや、これの120年前からデザイン変わってないね、俺らもこんなランタンみたいに変わらない火を灯し続けようぜってプレゼントしてください。多分この場合簡単に火消されます。お値段は4398円でした。さあ続きまして、5000円以下で買えるプレゼントにもおすすめのキャンプ道具第2位はグリップスワニーの焚き火グローブ。キャンプ用のグローブって言えばグリップスワニーさんっていうほどメジャーな存在で、数多くのキャンパーさんからこちらも支持を受けてます。焚き火をするのに小枝を集めたり巻き終わったりと、手を保護するグローブがあると作業がはかどりますよね。手を保護するだけじゃなくて熱からも守ってくれるんで、キャンパーには必須アイテムですよね。中でもこの焚き火グローブは耐熱性と耐久性に優れた焚き火専用モデル。手首や腕をすっぽりと覆って火傷から守ってくれる。
ってくれます。他のモデルよりもカバーの範囲が広いんで、ダッチオーブンなどの熱いものにも対応してみて、焚き火やクッキングまで幅広く使えます。お値段4,400円。この手袋で旅したキャンプライフ、プライスです。お金で買えない価値がある。買えるものはマスターカードで。はい、というわけで1位発表の後におまけパートとして5,000円以下で買えるピクニックでも使えるキャンプ道具を一つご紹介します。1位発表の後もお見逃しなくです。5,000円以下で買えるプレゼントにもおすすめのキャンプ道具第1位はこちら、ゴールゼロです。おいおい、1位に定価で買えない商品言うなよみたいな声あるんですけれども、定価で買えるなら絶対におすすめしたいっていうんで、皆さんからもアンケート結果がかなり良かったんで、これも1位にさせていただきました。ゴールゼロ、皆さんご存知の LED ランタンのことですね。とは言ってもあまりに人気すぎて手に入れることが非常に困難なんですけれども、その分もらって嬉しくないキャンパーはいないでしょう。ショップでも入荷のタイミングを見ないと稀にしか販売されてないこともあるので、ショップ情報をチェックしておいてください。お値段はライトハウスマイクロフラッシュで4,840円です。ちょっと値上がりしちゃいましたけども、まだ5,000円以下で買えちゃいます。さあ、お待たせしました、おまけパートです。5,000円以下で買えるピクニックにも使えるキャンプ道具はこちらのペシャコンですね。これね、蓋がテーブルになっていて、こういった感じで足を出すとテーブルにもできますし、これがバスケット状になってるんで中にもいっぱい入れれます。キャンプ始めてないけどなんか欲しいなっていう方にはおすすめです。今回のキャンプ道具紹介は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。スノーピークのマグカップ購入は義務やでー。